あ、こっち。あ、あれな。心配すんな、裏空いてるから。やっぱりやだ。まあ遠慮せず、そこら辺適当に座ってくれる？絶対嫌。もう別にいいけど。ああ、まあね、今はそういうことになってる。失敗した。ビール切らしちまってた。買ってくりゃよかったな。ほら、酔っ払って変なことするんだよ。それで人心耗弱で責任能力はなかったっていうつもりなんだよ、きっと。ああ、構わぬよ。カムカム、何でも聞いて。いや、そんなこと言われてもな、俺だってわかんねえよ。このレジ超適当。まあな、聞いてはいたけどな。ほら、みんなが知らないことっつうのは飯の種になるからな。探してたといえばそういうことにもなる。帰ってこない奴がいるとかね。あ、悪い、あれについては何にも知らん。なんだよ、お前らが何か知ってんじゃねえかってわざわざお招きしたのによ。お招きとか言ってるバカみたい。空想科学ものは苦手でね。残念だな。人妻とか未亡人ものなら専門だったんだけどな。うわ、最悪、セクハラマシーンだ。おお、そうきたか。おじさん、いろんなこと知ってるよ。絶対ろくでもない。坊主は何が聞きたいのかな。桜のいないテレクラとか、回収が極悪じゃない飲み屋とか、あとはそうだな、学生でも無審査で30万貸してくれる町金なら心当たりがないわけでもないな。ほらね、絶対くだらないことだと思ったの。なんだよ、大切なことだろう、人生には。そっちについてはよく知らねえんだな。俺もよ、今日初めてたどり着いたとこだからよ。ほら、こういう人なのよ、この人。それよりよ、知ってること話してみろよ。どうすりゃ俺の考えてることを教えてやれるぜ。聞くのは構わねえけど、教えるとは言ってねえな。うわ、ずるい、インチキだ、詐欺師。
いかんよな。大人の言うことはちゃんと聞かなきゃ。だって、うさんくさい、信じらんない。こんなセクハラ10年、頼りたくない。でも、セクハラってすごくやだ。却下された。悔しい。どれ、対策委員会も終わったようで。じゃ、おじさんに話してみそ。まあなあ、全然わからんと思ってよ。ね、無責任なのよ、この親父に。お、食い下がるね、ボクちゃんは。素人さんにあんまいろんなことを教えると首突っ込まれて面倒くさいんだけどよ。まあな、言ってこいが信条だからな。話す義理もあるかね。でもな、何が起きても自己責任つうことで、それは約束してくれるかな。俺だって自分が一番大切なんだし。あと質問はなし。俺から話すことだけでもお前らにはちょっと重いぞ。何かが始まってるんだよ。とてつもなくでかいことが。俺たちはな、戦争でも始めるんじゃないかと思ったんだよ、最初はよ。でもな、戦車が増えたわけでもないし、ミサイル飛ばそうって気配もない。それに戦争するなら敵がいなくちゃいけない。それがどこにも見当たらん。どうだ、わけがわからんだろ。で、どうやら戦争じゃないらしいってことになったね。じゃあ一体何なんだ、この物々しい雰囲気は。なんだよってことになるわな。で、その頃からどういう理屈かわからんけどよ、町がもう一つあるらしいって噂が聞こえてきたんだよ。え、俺はピンときたね。あ、この警戒感はその町から来る奴らに向けてるんだってね。誰が来るにしてもかなり危険な奴らだ。うん、俺たちみたいな場所で暮らしてると臆病じゃないと長生きできないんでね。そういうことには敏感なんだよ。で、ようやく聞こえてきたのがアヤって名前でね、なんかのコードだと思うけどよ、それをよっぽど気にしてるらしくってな。全然平気、なんでもないよ、本当。
まあ親心として忠告しとくけどな、忘れろ。近づくから狙われるんで、離れていれば向こうさんも気にはせんだろう。素人さんにそこら辺の距離感は難しいぞ。だったら忘れとけ、その方が安全だ。はい、子供の時間はおしまい。俺はこの後も仕事があるんでね。さあさ、電車があるうちに帰った帰った。それとも何困ってく？3人で大人の時間つうのもおつなもんだし、どうしてもって言われたら拒み通す自信はないな。帰ります、絶対。開かない、鍵かかってる。当てつけ悪いからね、下の方蹴ってみ。お、開いた。バカ、セクハラ、スケベ親父、もう絶対来ない。まっすぐ帰れよ、寄り道なんかすんじゃねえぞ。この時間だともうお泊り料金だからな。まあそんなこと言っても若い情熱が互いを求め合うのは抑えきれねえってか。今日ね、行きたいとこある。だからさ、カオル子さんならモテモテだって。みんなカオル子さんのそばから離れなくなっちゃうよ。まあそうですの。で、その間にユキちゃんはお目当てさんとフェードアウトされるんですわね。しないよ、そんなのしたことある？まあいつもなさってますわよ。そうかな、カオル子さんの勘違いだよ。カオル子さん、楽器のくせにナンパだよ。お金持ってないくせに生意気だよね。まあ、まるちゃんのお友達ですわね。あ、そうだ、なんだ、知ってるよ。わあ、マルのやつ、まだこんな子供たぶらかしてんだ。ユキちゃん、失礼ですわよ。カオル子さん、絶対そうだって。マル弱虫だから、自分の言うこと聞きそうな子供相手にしてるんだって。ごめんなさいね、マルちゃん有給休暇を取ってますのよ。よろしかったら後で連絡入れてもらえるようにしておきますわ。こちらこそ失礼いたしましたわ。カオル子さん、どうすんの？マルに電話する？有給取って隠れてんのあいつが原因だよ、きっと。暴力振るったり、お金持ってったり、あと全然働かないとかね。
だって高校生ですもの、働いてなくて当然ですわ。そっか、そんなことないな、バイトとかできるよ。ヨーヨー、何見てん？あの子さ、すげえ可愛いよな。笑顔がいいんだ。なんていうのかな、汚れを知らない清らかさ。太平洋から吹きつける海風にそよぐ菜の花の園、そんなムクサを感じるよな。例えるならそう、三賢者を導く荒野の星、聖母に受胎を告げた天使のような。おう、汝迷えるものよ。我、汝に光の道を告げ、祝福の園へと誘おう。まあいい、天使だ。羽ついてから飛べるもんね。キキ、高いとこから卵とか落としちゃう。なあ、あの子と知り合いだろ。男いるかな、知ってんの。てよ、今の高校生ってあれだろ、知ってるんだ俺、雑誌とかで見てるから。すげえんだよな、乱れてて。ほら、いくらあの子が清い心を持っててもよ、周りが悪いとな、染まっちまうもんだからさ。だからよ、それが心配ってんだ。今時のバカガキどもと違うなんて当然の話だよ。そういえばよ、あの父デカどうした？一緒じゃねえんだ。わかった、わがままひどくて逃げてきたんだろ。そうなんだ、自己中女に決まってんだからよ、そりゃ逃げ出したくもなるって。あ、悪くない、お前が正しい。若いうちはな、その深淵ってものを探求したくなる。俺もそうだった。でもな、相手にしてみれば衝撃だろう。わっ、私どんなことされちゃうんだろうって。だからそういう場合はだ、最初はソフトに初めてだ、少しずつ盛り上げていくくらいの知恵がなきゃいけない。
昔競走馬と貴婦人って映画見た時はそりゃ驚いた。人間ってすげえとか思って。ああそうなん、つまらんなお前ら。もうちょっと波乱とかないわけ？そういう話は聞いてねえな。俺もあれからな、なるべく当たるようにはしてるけど聞いてねえな。大丈夫なんじゃねえか。そうだな、じゃあちょっと来るか。気は済まないんだけどな、ちょっと話は通しておこうかと思ってよ。どうした、来ねえの？ああそっちじゃなくてこっち。あんまり見んなよ、目合うと何されっかわかんねえしな。気にしなくていいから全然怪しくないし。ああ杉浦ってもんだけどよ、悪いちょっと開けてくんねえかな。えこっちは友達、ボーイスカウトで知り合ってさ、もやい結びの名人なんだ。ほらカメラに向かって笑う笑う。あんまり人のことをジロジロ見ないように。見られたくない人もたくさん来てるはずだからさ。あいついるんだよな、確か。あ、嫌がった、いなくてもいいのによ。よビール、水割り、現金払いよ。酔っ払って騒ぐのはお断り。変わんねえなお前は。あ、やだ、スギちゃんじゃない。会いに来てくれたの？あ、もう会いたかったんだから、人のことじらして。ああ、そうかい、ご苦労さん。ちょっと調べてほしいことがあるんだけど。やだ、スギちゃんのお願いなら何でも聞いちゃうよ私。でも町なんだけど、ハンドラ計画通らしいんだ。ちょっと悪いけどよ、いろいろ当たってくんないかな。ああ、あれに首突っ込んでんの。わかった、何？いい話？わからんけど、そういうこと。じゃ、それだけだ。あ、やだ、あ、ちょっと待って。あいつな、池田真澄って言うんだけど、高校の同級生なんだよ。いや、そうじゃなくて、俺の高校、男子校なんだ。そういうことなのよ。
子供に来られると迷惑だ。ここは紳士淑女の社交場だ。そう、もし会えたら言っておいてちょうだい。手を引きなさい。あの町はね、お金にならないのよ。それだけじゃない。あんまり掘り返すといろんなことがまずくなる。私たち大人はね、なくしちゃいけないものがたくさんあるの。そのためにはね、イカ様だと知ってても乗らなきゃいけない場合もある。分かった。じゃあそういうこと。さっさと帰んなさい。放り出される場合もある。よう、青少年、どうした？たぎる欲望のはけ口探してうろうろしてるってわけか？どれか？ああ、父デカとうまくいってねえんだったな。まあな、若いうちはいろいろ心配もする。人よりちっちゃくねえかとか、ちょっと早いんじゃねえかとか。でもよ、大人になったらそれも含めて自分っつうことで。お、自信あるね。何、立派なの？いいなあ。おう、そういうことか。よくわかった。つまりあれだ、父デカが相手してくんないんで溜まっちゃったからすっきりしたいと、そう言いたいわけだ。よし、じゃあすっきりしに行くか。だからよ、すっきりしに行くって言ってんだろ。として忠告しとくけど、素人女やめとけ。金はかかるし、めんどくせえし、こじれた日には慰謝料だ、認知だって。ここだっけ？それに控えよう、プロはいいぞ。向こうはサービス、こっちはお金とさっぱりしたもんだ。大体よ、世の中複雑すぎるからよ、もうちょっとこう分かりやすくなってもいいんじゃねえかってな。だからよ、俺、美穂ちゃんに言ってやったわけよ。それは確かに延長料金を払ったけどよ。ん？そんなに見るな。気悪くしたらどうする。よ、山ちゃん、ケーキどう？悪くはない。あ、そう、そりゃよかった。仕事があるのが一番だからね。そうだな。まあな、世の中にはいろんな商売があるっつことだ。杉浦さん、どういうこと？死んだって聞いたから私香典出したのに。
ああ、俺死んだんだっけ？みんな言ってたよ、杉浦のバカ、くたばりやがったって。あれ、俺って人気なかった？あなた、女の子の評判最悪だからね。いや、そら違うだろう。納得いかねえな。あ、そんなことどうでもいいよ。生きてんなら香典戻しなさい、5万円。高いね、そりゃ。でもよ、普通本人は香典を受け取らねえよ。まあね、私も本当は出してないしね。相変わらず薄汚い商売してんな、おっちゃん。あんたもしんどきゃ可愛げあったものを。それ見たことねえけど、どっから？ああ、これね、虫取りの親方が持ってきた。で、おっちゃん何出した？チャイカの飛行教本、ロシア語のいたずら書き付き、あとペラもおまけね。おお、そら奮発したね。で、親方相変わらず？まだ月行きたがってた？今はね、あの人、反重力装置に夢中みたいよ。変わんねえな、あの人も。というわけでだ、今のおっちゃんの店な。お、バカにしてるね。使ってみると意外に重宝するぞ。とりあえずは何でも手に入るからね。おう、でだ、そろそろ扱い始めたみてえだな、あっちのものもよ。おう、ものってのはな、右から左に動かしただけで値がつくもんだからよ。そりゃほっとかんよ、みんなは。いや、俺のはお茶目な好奇心。ま、儲かるに越したことはないけどね。さて、お待たせしましたっと。そろそろスッキリタイムが始まりますよ。おお、いたいた。ちょっと場所変えやがったな。帰ってください。お姉さんは今日あなたとお話ししたくないそうなので、帰ってください。なんだよ、オセロット冷たいね。長い付き合いなんだからよ、ちょっとくらい愛想よくしてくれてもいいんじゃねえか。別によ、金都合してくんねえとか、保証人頼むとかじゃねえんだからさ、怖い顔すんなって。貸しにする。なんだよ、サービスなしか？営業努力に欠ける女だね、まったく。で、何があった？なんかあったんだろ？女。そう。そこのあんたと同じくらいの年頃、
弓を持ってた。なんだよ、分かってんじゃねえか。大したもんだ。で、そこまで分かってて何にもなしか。影を避けて歩いてた。おやおや、いい感じしてるね。いや、違うな。お前よ、気づかれたんじゃねえのか。腕鈍ったとかでよ。帰れ。おお、怖怖。よせよ、冗談に決まってんだろ。帰れ。あいつはな、昔っから崖っぷちっちゅうか、端っこの好きな女でな、わざわざああいうとこで商売したがるんだ。まあ人様の趣味に口出しはしないけどよ、それにしても変わり者だな。どうした、元気ねえな。若い者がそれじゃ。そうか、すっきりしなかったか。どうする、戻ってオセロットに抜いてもらおうか。まあ抜いてもらおうっても、魂とかシリコ玉とかそういうのだけどよ。あら、やだ、どうしたの。マルちゃんは一緒じゃないの。それがね、しばらく来てないのよ。どうしちゃったのかしらって。ほら、うちのお店ってメニューにいけないお薬入ってるじゃない。だから今頃禁断症状出てるんじゃないかって心配してるよ。やだ、冗談よ。そんなことするわけないでしょ。じゃあね、ちょっと待ってて。素敵なメニューをお持ちしますから。お迎えに来ましたわ。まるちゃんのところ一緒に行きましょう。さあさあ、乗っていただかないとお話もできませんのよ。では行きますわ。私にはよくわからないのですけれど、大変に由緒正しいもので、これこそがオートモービルだそうなんですけれど、私にはちょっと、本当は小さくって可愛らしい車に乗りたいですわ。最初は私のお家だったんですけれど、落ち着かないそうなので、今はユキちゃんのお家にいらっしゃいますわ。さあ、お食事は
お部屋までお運びしますし、どこかへ行きたければ運転手が車を出してくれますから、ご不自由はなかったと思うのですけれど。まあ心配されてますのね。ええ、大丈夫ですわよ。お休み取ってもすることがないので、ダイエットの体操ばかりしてますわ。あとは、そうそう、お昼寝でしょうか。一生このままだといいなって言ってましたわ。心配されるといけないので秘密にしていたんですけれど、まるちゃんの部屋に泥棒が入ったんですのよ。昼間でしたから役所にいましたし、でも他のお部屋も荒らされたそうなので、今マンション中のセキュリティチェックをしているようですわ。そうですね、まるちゃんはタンスを開けられて変な泥棒ですのよ。さあ、着きましたわ。少々お待ちいただけます？ですわ。開けてくださいません。へい。さあ行きましょう。皆さんお待ちですわ。ただいま帰りましたわ。うん、早かったね。ゆきちゃん、まるちゃんは？ん？キッチン。キャー！お皿にカビ生えてる！それくらい普通普通。どうしてまるちゃんがメイドさんしてますの？だってまる居候だからさ、台所ぐらい掃除してくんないとね。まあ、ゆきちゃん、いつも言ってますわよね。あなたは何かあるとまるちゃんに仕事を押し付けて自分だけ楽しようとするって。そういうことしてはいけませんわ。だいたいお皿を汚したのはまるちゃんじゃなくゆきちゃんじゃありませんの。なのにまるちゃんがお片付けしなきゃいけないのはおかしいと私は考えるんですけれど。わーい、わかりました。ちぇ、家賃払ってんの私なのに。できたよ。適当に盛り合わせてみた。運ぶの手伝って。あ、来たんだ。ちょっと待ってね、もうすぐ用意できるから。ゆきちゃん、台所掃除しないと変な生き物生まれるよ。別に、それよりつまむものは？チーズとか切ってみたけど。何？空き巣っていうか、パンツ泥棒かもしれない。お金とか通帳とか取られてなかったし。でも気持ち悪いからちょっとお家帰りたくないんだけどね。そんなのいいから飲もうよ。そうですわ、まるちゃんも座って。ああ、そうそう、
まだ紹介してなかったよね。こちらが先輩の峰岸香織子さん。よろしくお願いいたしますわ。で、こっちが同期の高瀬ゆきちゃん。うっす。じゃあ、乾杯いたしましょうか。まるちゃんと年下のボーイフレンドに。やだ、そんなんじゃないのに。乾杯。ねえ、ボーイフレンドとか言われちゃったね。まる、これ何？サーモンのマリネ、作ってみたかったんだ。ちゃんと生食用買ってきたか？虫いるんだぞ、虫。失礼、ゆきちゃんじゃないんだからそれくらい知ってます。でも、寄生虫ダイエットって興味ありません？げえ、私はバス。カオルコさんマニアだからな。いくら食べても太んないのは楽でいいけど、ちょっと気持ち悪いよね。パンツに虫ついたりしてね。うん、好きなのつまんで。もうのんびりするのってしばらくぶり。だってユキちゃん何にもしないんだもん。でも、ユキちゃんが止めてくれてるんですから、マルちゃんもご恩返ししなきゃいけませんのよ。そうだそうだ、家主様なんだからね。ん？ジュース飲んでんだ。つまんないな、こっち飲む？まあ、それは犯罪ですわ、ユキちゃん。未成年にお酒進めちゃいけませんのよ。はーい。もぐもぐ。あー、このチーズおいしい。何のチーズ？あ、それラクダかアルマジロ。うわー、すごい適当。もぐもぐ。じゃあ、ちょっと真面目な話を始めますわ。真面目な話反対。カオルコさんの男関係なら賛成。冬木課長の名前は職員名簿にありませんでしたわ。もちろん組合名簿にも載ってませんし、サークルや駐車許可も調べましたけど全然見つかりませんのよ。上級公務員でどっかの出向とかは？いやですわ、そんなのもちろん調べましたもの。いいなぁ。まあ、何がですの？だって、どこにも名前ないわけでしょ？タイムカード押せないよね。それで給料出るんなら羨ましいなと思って。そうなんですの。経理の方にも聞いてみたんですけれど、冬木課長の名前はありませんのよ。げー、働き損だ。さっきのなし、ボーナス出ないならすぐ辞める。カオルコさん、それってどういうこと？つまりですね、冬木さんという方は役所のどこにもいらっしゃらないんですのよ。ねえカオルコさん、そういう名簿って閲覧不可でしょ？どうやって調べんの？それはお友達がいますから。すっげえ、さすが役所に30年住んでる老名主様は違うね。ゆきちゃん、今なんておっしゃったの？なんでもない。カオルコさんって探偵みたいでかっこいいって言った。でも冬木さんオフィスももらってるし。そうなんですのよ、私警備部の方にお願いして出入りの状況を調べてもらいましたの。そうするとですね。まる、このワインどっから持ってきた？うちから。どうりで美味しいと思った。
んと聞いてます？聞いてるよ。マルはどうか知らないけど。ひどい、私ちゃんと聞いてたのに。もう、ですから調べてもらったんですの。するとですね、出勤してくる方の数と職員の数にとても大きな差があったんですわ。業者さんじゃないの？それか人事の打ち込みが進んでないとか。マル、人事の樋口って新人知ってる？あいつさ、ちょっとイケてない？ゆうきちゃん、ちゃんと聞いてる？へえ、裏切り者発見。名簿上の職員数と実数に数百人以上の差がありましたのよ。数百人って庁舎の中にもう一つ庁舎があってもおかしくない数字ですわ。やっぱ汚職だ。リベートもらいかとかボーナス横領部とかそういうのだ。いいな。冬木さん、愛人とかしてくんないかな。嫌ですわ、ゆきちゃんたら。そんなことありませんわよ。万が一クーデターの計画が進んでいたら、お給料なんて保証されませんもの。カオル子さん、考えすぎ。だってマル、この前もいらないクリップ大量注文して課長に怒られてたよ。だからね、勘違いなんだと思うな、きっと。失礼。あれはゆきちゃんが伝票なくしたからでしょ。私悪くないし。ああ、カオル子さん、私それ欲しい。まあ、ゆきちゃんたら、私いけませんって言ったはずですわ。未成年にお酒勧めたら分かりますのよ。ご覧なさい、赤くなってますわ。わーい、よく分かんないけど怒られちゃったよ。じゃあ決まりですわ。待ち合わせの時間は10時、場所はエントランスホール。私とゆきちゃんは一度私の家に寄って荷物を取ってきますから、まるちゃんたちはその杉浦さんという方を迎えに行ってください。カオル子さん、やっぱりやめようよ、あの人。でもその方は以前にもまるちゃんたちを助けてくださったんですのよね。ならもう一度お願いしてみて損はないですわ。何？あのね、セクハラ親父呼んできて、もう一回役所調べることになった。10時からだけど、門限とか大丈夫？よかった。あのセクハラんとこ一人で行けないって思った。一緒に来てくれないと何されちゃうか分かんないんだもん。それじゃあ皆さん準備をなさってください。本当に行くの？このままでいい？職場行くのにおしゃれすんのめんどくさいし。マルはどうすんの？それで行く？この格好じゃ外出れない。着替えするよ、ちゃんと。じゃあ早くしなよ。だってそっか、まだなんだ。あのな、マルと付き合ってるってことはおっぱいマニアだろ。つばつけておかないとカオル子さんに取られちゃうぞ。
まあ、ユキちゃんたら失礼な。そういうことを言うんでしたら、私、お茶当番の順番について考えなければいけませんわね。やだな、カオル子さん。そんなこと言ってないのに。カオル子さんって男殺しだから、マルも頑張んなきゃダメだよって言ったんだよ。ね、マル、そうだったよね。そうだったかな。じゃあ、まるちゃん、着替えなさいますから、下で待ってていただけます？